葉は日々変化する生き物なので、言葉の変化に日々右往左往しながら校閲として仕事をしています。ここで飲み物買った時にレシート入れますかって聞かれて大丈夫ですってさっき答えたら、てるじゃん、とてもは記事でも使わないね。商社に勤めてる方を商社マンとは書きません。結構ですってなんかちょっと強い感じが僕しちゃって、帰って、うん、だったらまだ大丈夫ですそっち全然立つ肯定系はおかしいって思ったんですけど、どちらもそもそも使えますってしている辞書が結構、やらぬ言葉は指摘します。これは間違ってるからダメだじゃなくて、もしかしたら変わっていってる言葉なのかも。友達のやりとりぐらいだったら別に多少間違ったって別にいいし、やっぱ日本語って正しく使わなきゃいけないみたいな変化を見守るのもすごい面白いことなのかなっていう、今日はとってもとてもって言ってしまったんですけどとても感じます。